二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは今日の相談を読み上げます。これから独立を考えている美容師です。1年以内に独立を考えています。これから独立する人にアドバイスをもらえたら嬉しいです、というご相談です。はいはい。というわけで、今ねお勤めでいらっしゃると思うんですけれども、独立したいと、1年以内にするぞというところで、うまくいくためのアドバイスっていうところだと思うんですけれども、はい。二藤さんがこう、いろんな方を見ていて、こうなんかうまくいく人とうまくいかない人ってこうどういうところが違うかなって思いますか？そうですね。オープンしてから、考えちゃう人っていうのがうまくいかないかなっていうか思いますね。もうオープンする時には、いろんなその集客する媒体だったりとか、準備が整ってると、そういったことが、うまくいってるかなって感じですね。なるほどですね。やっぱり結構そこを考えずに独立してしまって、こう実際店を出してから焦るみたいな方って結構多いですか？見ていて。そうなんですよね。割とその、店舗のビジネスっていうのはその技術ができちゃうと、店を出せるっていうところがあるので、技術さえ極めれば、お店なんとかなるかなっていう、口コミとか広がって集客できるんじゃないかとか、結構そういった、言い方悪くすると安易な考えでお店を出しちゃう人が多いっていうところがあるんですよね。でもやっぱり今ってお店がすごく多い、競合がすごく多いので、そんなに簡単にうまくはいかないんですよね。そう考えるとちゃんとその、やりすぎぐらいその集客の動線を引いとくとか、事前にお客さんを確保しとくっていうことが重要ですよね。やっぱりね、二藤さんのコミュニティとか講座にね入ってくださる方で、これから今ね勤めてるけどこれから独立を考えてる人とかもやっぱりこう積極的にこう勤務してる間から、雇われの時からこう、積極的にこう集客をねガンガンさせてますものね。そうですね。だから僕がねいつもこう伝えてる、そういったコミュニティでもそうですし、これ独立する人に伝えてるのは、今のうちにその自分のフォロワーを増やしとくっていうことを伝えてるんですよね。でそれはもうリアルでもそうですしネットでもそうなんですけど、ある程度どこにねお店を出そうかっていうのはもう考えてると思うんですよね。でそのエリアで例えば、リアルだったら、いろんな食べ物屋さんに行ったりとかいろんなコミュニティとかに行って、もうリアルでまずは知り合いをいっぱい増やす、でここら辺にお店を出そうと思ってるっていう話もしてもいいと思いますし、そういう話をしないにしてもその飲み友達だったりとか、いろんな、友達とか知り合いを増やしておくということをやるといいと思うんですよね。で僕だったら、クラブとかよく行ってたんで、そういったところで、知り合いとかを増やしたりとか、そういったこともやってたんですけど、そういうのも、一つの手だと思うんですよね。でネットでもそのフォロワーというか、知り合いとかを増やしておくっていうことですよね。でそれはFacebook だったら友達の数を増やしておくとか、Instagram だったらフォロワーを増やしておくとか、そういったことって、インスタのフォロワーを増やすのは難しいかもしれないんですけど、その Facebook の友達を増やすっていうのは結構簡単にね、友達申請さえすれば、増やすことができるので、そういったこともやっておくと。でそういうふうにネットとリアルの、フォロワーとか、知り合いとか増やしておくっていうことで、お店を出した時に一気にその人たちをお客様として集客するっていうことが結構簡単にできるんじゃないかなと思うんですよね。それは今のうちからでもできることなのでやっといてほしいなって感じですね。なるほどですね。事前準備はやっぱ大事ですか？そうですね。
で、まあこれもいつも言ってますけど、その今働いてるところにいる自分のお客さんっていうのがね、どれだけ来てくれるかっていうのは本当に分かんないところなので、早いうちから声をかけとくというか、あんまりねお客さんを持ってっちゃうと、まあ、美容室とかってタブー的に言われてますけど、まあ、ある程度ねでも持っていかないと自分の、まあ、人生に関わってきちゃうので、ちゃんとその方を自分のファンにさせとく、まあ、それはまあサービスとか、そういったところでももちろんそうですし、まあ、なんかこう連絡先を交換したりとか、まあ、もしくはなんかちょっと飲みに行ったりとかもしてもいいと思うんですけど、そういうふうに確実に自分のお店独立した時に、そっちの自分のお店に来てもらえるように、サービス提供しておくってことも重要ですよね。うん、うん、なるほどですね。はい、わかりました。はい、それ以外何かありますか？そうですね、まあ自分のスタイルを確立しておくってことも僕は重要だと思うんですよね。うん、うん、だからそれは結構難しいことだとは思うんですけど、それはでもお店を出す時の売りにつながってくるところなので、でそれは自分のファンを増やすっていう上でもそうなんですけど、結局ネットでもリアルでもその面白いやつって思われないとファンになってもらえないというかフォロワーになってもらえないと思うんですよ。でインスタグラムなんか特にそうですけど、フォロワーも増えないと思うんですよ。例えば普通にまあ、美容師さんっていっぱいいますけど、ただただ、よくあるような髪型とかを、投稿してるだけだとファンっていうのは増えないと思うんですね。フォロワーっていうのは増えないと思うんですけど、まあ、そこに自分のスタイルっていうものを貫いた、まあ、ヘアスタイルだったりとか、自分のライフスタイルとか、そういったものを、投稿したりとか、まあ、リアルでも自分はこういった趣味があるんですよとか、こういった活動してるんですよとかっていうことを伝えられると、ファンになってくれたりとかフォロワーになってくれることが多いと思うんですよね。うんうん、何か面白いやつって思ってもらえないと、ファンもフォロワーも増えないので、それは、今のうちからちょっと確立しといた方がいいと思うんですよね。うん、じゃあスタイルを確立する、うん、まあ、僕だったらそのヒップホップとか、まあ、こんな見た目なのでなんかちょっと やからみたいに見られますけどまあそのこう全く違う業界の人からすると、うん、床屋っていうのも一個ね、いい、そうですね、キャラクターとかスタイルですしね、うん、そうですね、うん、で僕だったらやっぱ短髪が得意だったりとか、うん、でそこにヒップホップだったりとかそういったストリートのスタイルっていうものを、まあ、反映させてるつもりなんですね。でそういったものを、投稿してたりとか、あとはそういったもちろん音楽的な情報を発信してて、そういった音楽に興味、同じ共通の趣味を持ってる人とかにももちろんそこが伝わりますし、まあ、そういった、情報発信というかをしていきながら自分のスタイルっていうのも確立していくってことを、まあ、早いうちにねやれるといいんじゃないかなと思いますけどね。なるほどですね。はい、伊藤さんはそういうのを考え始めたのはどのぐらいの時なんですか？そうですね、まあでも最初のうちは、徐々に、なんかやりながら、あ、こうした方がいいんじゃないかなとかっていうので、やっていってっただけなんですけど、明確にそうした方がいいんじゃないかって思ったのは正直そんな昔じゃないっていうか1年前、うん、2年前ぐらいからの話ですね。うん、やっぱり伊藤さん自身もこうやってみて試行錯誤しながら、う、うん、こう今でもこう自ら追求してるっていう、うん、そうですね、うん、今までの経験上を、そうすることが早めに早めにできてたらもっとうまくいってただろうなとかって思えてるところなので、うんうんうん、まあ、まだね独立してないっていう方、まだ余裕がある方っていうのは、まあ、チャンスだと思うんですよね。うんうん、独立する前からそういった状況、そのフォロワーを増やしておくってことと自分のスタイルを確立しておくってことを、早めにしておくと、うまくいくんじゃないかなと思いますね。なるほどです。はい、なんか自分のスタイルを確立する上でこういうところから考えるといいんじゃないかって何かありますか？そうですね、まあでも僕はやっぱ音楽とか、うんうん、からだと思うんですけどね。その結局僕って服とかもその音楽から入ってるというか、はいはい、ヒップホップっていう音楽好きだから、そこのアーティストとかのブランドとかそういうのを調べてそういうのを着てたりとかっていうのをしてたんですよね。そうすると自分のスタイルって一貫性が出てきてくるというか、はい、例えばね、なんか
ポップスジャパニーズの日本のポップスとかが好きで、でもヒップホップの格好とかしてると、まあ、一貫性がないじゃないですか。確かに。そうするとなんかこいつよくわかんないなっていう風にやっぱなっちゃうんですよね、客観的に見ると、はいはい、でもそこがやっぱりヒップホップっていうの音楽が好きだから、こういうスタイルこういう服装なんですよとか、だからこういう髪型を作るんですよとかなってくると、やっぱ一貫性ができてきて、あこの人面白いなとかっていう風に見てもらえると思うので、まあ、まずはそういった自分のまあ音楽だったりとか、まあ、好きなスポーツだったりとか、まあ、本とか、まあ、映画とかでもいいんですけど、そういったいろんなカルチャーを、まあ、まずは自分がどういうカルチャーが好きかっていうのを、考えるといいんじゃないですかね。でそこから自分を作り上げていくっていうのが僕はおすすめかなと思います。なるほど、はい、ちょっとこうカッコつけるぐらいでもいいんですかね、そういうのは。そうですね、いやカッコつけた方がいいと思いますよ。もう完全に演じるって言っちゃってもいいと思うんですけど、まあ、僕なんかね、そうなんだろう、人見知りだし、あんま情報発信とかも好きじゃないんですけど実はね、うん、けどそうしないとやっぱりビジネスって成り立たないところもあるし、今の時代やっぱりどういかにこう周りと差別化するかとか、周りとより突出するかっていう風にしていかないと、まあ、うまくいかないと思うんで、そういう意味でも、まあ、演じて自分っていうものを作り上げていく、まあ、もう一人の自分っていうのを作り上げていくってイメージでもいいと思うんですよね、はいはい、そんな感じでやってってほしいかなと思います。わかりました、はい、ぜひ、ね、これを今聞いてる方は、ね、こうまあ自分のスタイルっていうのを改めて考えてみていくと、こうよりこうなんていうんですかね、ビジョンが定まるというか、うん、迷わなくなると思いますので、うん、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。はい、はい、というわけで今回も二藤さんありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単、ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。